本日の2試合目、ゲームベストプレーヤーノースシニア種石選手、おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。本日1ゴール1アシスト1ペナルティーというところだったんですけども振り返っていかがでしたか。そうですね、若い大学生相手なんでもう走り負けるのは当たり前なんで、まあ、大根の力っていうかね、だましだましやってました。はい、この8試合で大学生めちゃめちゃ伸びたんじゃないですか。そうですね、1試合目の時より比べるとパスが回るようになりましたね。やっぱり練習してるのかなとは思いましたけど、はい、大学連合もすごく、自分たちでもこのビアリングに参加して上手な人たちとやることですごい自分たちが上手くなってるって自分たちで言ってました。いや、楽しむことが主なんでね、まあ、それで上手くなってくれるのであれば釧路の活性化につながるといいんじゃないかと思いますけど、はい。いよいよプレーオフです。最後、意気込みを、プレーオフに向けての意気込みをお聞かせください。まあ、上位のチーム、まあ、太平洋設備さんですけど、まあ、昔僕2部ディビジョン2やってたんで、まあ、当てにはされてますけど動けませんので、動けないなりに頑張ろうと思います。本日の2試合目、ノースシニアゲームベストプレーヤー種石選手にお越しいただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。